占い知恵袋、はい、長財布や折り財布など財布の形によって金運は変わるの。なるほど、はい、コメント欄に質問が来てたんで、はい、ちょっと紹介したいと思います、はい。5月17日の放送で、お財布に純金を入れると金運が良くなるとおっしゃっていたので、すぐに24金の金箔を購入しました。おお、すごい。それだけで金運のいい人ですよね。それは購入できる。だってすぐ金箔変えたんでしょ。そうそう。変えねえよ普通。すごい行動派ですけれども。はい。私は折り財布が使いやすく好きですが、長財布の方が金運が良いとか、形による金運の違いはありますかと。はい、なるほどなるほどね。財布の色とかにはね、あのこの間お話しました。この間そう、色の話はしましたよね。ねで、まあ、今回形だと。うん、で、まあ、今そう、長財布ってこう、なんだろう、お札折らないでこうそのまま入るようなこう長いやつと、はい、あと、まあ、折り財布ってこうパタッとね、二つ折りにするようなやつ。大きく分けてこんな感じですよね。ですよね。あんまりガマ口タイプ持ってる人って少ないですよね。たまにね、女の子とかで見たりしますけどね。そうそう、こうそのガマなんだ、ガマ口。ガマ口。ガマ口なんつったら札をね、こうあんなちっちゃく、そう1、2、3、4回ぐらい折って入れてたりとかしてるから、ちょっと大変そうなんですけど。ですよね。まあ確かに。で、お財布云々に関してはね、まあ、占い的な見地ももちろんあるし、あとこう世間でいろいろネット上とか見てると、あれがいいこれがいいみたいなことを言う人いっぱいいるわけですよ、はい、で特にそのなんか金運を招くとかっていうと、なんか割とスピリチュアル系の方々がね、お金に仲良くお金と仲良くなるんだとか、お金にその回ってきてもらうんだとか、でそういう話の中で、はい、要はお札がね、あたかも意思持ってるかのように、折らないでこうスッと入れる財布はいいんだと、だから長財布がいいんだみたいなお話があったりとか、あとなんかその入れる時もなんだこの上下をねちゃんと揃えて、みんな上向きにこうさ揃えて入れないとダメだとか、あと逆にいやいやそうするとスルッと出ちゃうからあえて逆さまにするんだとか、まあいろんなねご意見があるわけですよ。で、まあ、それはそういう人たちの主張と、で占い的な問題なんですけれども、はい、お財布でお金を貯めようっていう、要は金を貯めるっていう働きをした時には、やはりですね、曲げない方が本当はいいと占い的にはね言えます。ですから長財布の方が確かにいいだろうなという気はいたします。はい、曲げるとてか折り財布になってくると、決してたまらないわけではないんだけれども、フローで潤ってるというかですね、出たり入ったりしてでもある程度いつもあるみたいな感じになりやすいんですよ。だから蓄積するという貯めるっていう形だとやっぱり四角くて曲げない方がいいよってことになります。へー。ただね、前回の色の時も言いましたけど、はい、原則本当は個人差がすごくあります。だから万人共通でこれっていうのは本当に平均値としてのお話ですので、おそらく皆さんも周りを見回してみるとね、いやいや全然その折り財布使ってたりガマ口使っててもお金ある人いるよってあるかもしれません。でこれは本当は生年月日とかによるものなので一律には言い難いんですよ。だからあくまでも本当デフォルトとしてというかですけれども、蓄積作用というのは四角い形のものの方があるぞと。で曲げるとか折るっていうのはそこに動きを加えることになるので、出るけどまた入ってくるみたいな形を期待するんだったら折り財布の方がいいぞと、そういう意味は確かにあります。お札の向きに関してはどうですか。お札の向きはね、そんなもう迷信的な、いやいやいや、占い師が迷信って言うとすげえ叩かれるんだけどさ、お前なんだよみたいな話になるんだけども、占い師は自分のやってることを迷信とは思ってませんからね、占いは迷信じゃありませんから、ね、まあいいんだけども、向きに関しては僕は実はあまり考えてないです。ただまた別の方のね、こう心理学的なというかその心の側面からいくと、そうやってきちっとお金を整理整頓してお金を管理する心が出来上がってるから、それがいいんだというようなやり方言い方もあるわけですよ。なるほどね。まあ、理屈はどうとでもつくと。で、まあ、実際問題として本当に金持ってる人の財布の中見せてもらってですね、その人たちが本当に揃えているかっていう問題ですよ。だからちょっと皆さんの知り合いでお金持ちの財布を何人か見せてもらってね、札の向きチェックしてみるといいと思いますが、意外に無頓着ですよ。まあ、私の周りだけかもしれないけども。へー、だから逆にそこにきっちきっちこだわるのもどうかなと、まあ、個人的には思ってます。なるほどね。面白いですね。そうそう、まあ、あとどうでしょうね、特殊な財布持ってる人とかっていうのね、長財布でも折り財布でもなくて、なんか特殊な
今、うん、僕の周りで結構なんていうんですかね、アメリカとかにあるその財布じゃないんですよ、もうそのなんかなんていうんですか、クリップみたいなやつにお札を、ある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 、なんていうんだっけね、あれ名前あるんですけど、はい、ありますね、はい、マネークリップか、マネークリップ、クリップね、でそれにパッと入れてポケットに入れてる人もいますからね。そうね、そういうのってまだこうなんだろう、経験則が少ないからいいのか悪いのかよくわからんってとこありますよね。裸でポ、ね、ポケットにズボンのポケットに入れてる人とかもいますよね。財布持ってないっていう。なんかさ、でも昔さ、その男のダンディズムみたいなところで、うん、その男はジャラジャラ小銭なんか持ってるもんじゃねえよみたいな意見もあったよね、うん、逆に不良っぽくするためにあえて小銭いっぱい持つみたいなのもあったし、なんかその都度なんか美学があってさ、持つもんじゃないよっていうのは多分言い分としてはそんな細かいね、うん、小銭なんかに頓着してるようじゃ男じゃねえよみたいな意見だったんだと思います、うん、で逆にちょっと不良っぽく行きたければ、うん、札なんか持ってんじゃねえよって、もうポケットを小銭ジャラジャラしとけよって、それはかっこいいですね。なるほどね。まあまあまあ、まあ、とりあえず長財布に24金の金箔入れて、うん、もう少し様子を見てください。はい、はい、それね、それまたコメントなんかもお待ちしておりますんで、ぜひぜひ、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。また見てください。